はい、えー、これからのフィギュア界、えー、競技会どうなるのかな、うんね、ちょっと気になりますよね、うん、羽生くん引退、えー、してから、なんかその、あのぽっかり空いちゃうのかなってね、そういった心配されてる方とかね、羽生くん競技じゃないから、もうフィギュアスケートはもう見なくていいかなって、ね、内心思ってる人もいると思うんですよ。うん まあ僕はね、あのー、すごいフィギュアスケートが、あのー、好きで、えっと、羽生君を見てきたので、えー、まあこれからもフィギュアスケート変わらずね、えっと、競技会を見ていくんですけどね、ただ、やっぱすごいもう特別感のある、えー、人気者でしたから、だから羽生君が引退するとなると、ちょっとポカーンと開いちゃったりするかなっていうところで、僕は心配しています。うん、ただですね、あのー、それとはまあ裏腹といいますかね、ちょっと、あのー、まあ、 裏腹というかところではですねえ、これからの日本男子フィギュア、かなりまあ戦国時代になってくると思っています。でそれはなぜかというと、1つ目、まず羽生くんがその競技、えー、からはあのプロ転向したことによって、そのまあ、オリンピックであったりとか、えー、世界選手権の枠、まあ、これがまあ通常ですと3枠、大体日本は取れますので、でそのうちの1、えーまあ、枠は必ず羽生くんが入るという形でしたけど、 引退をされてからまあ一枠まあえっと巡ってくるわけですよ、うん、これまではね例えば羽生君もしかして全日本でなくてもそれでも選ばれるっていうことが多かったと思うんですけど、えー、まあそういったことはなくなりましたから、えっと、そういった意味ではまあえっとこれまでの三強、まあ、羽生宇野山この三強のうちの羽生さんがプロ転向されましたんで、まあ、一枠こう余っていくわけですよね。うん うん、なのでそのヒットワークを、まあえー、他の3枠目誰が掴むのかというところで、まあ、他の選手にもかなりこうこれが、まあ、まあ相対的な話になってくるんですけどそういった意味でえっとまあうんチャンスが巡ってくるというのが まあ、あるかなとと思います、うん、でえっと、それだけじゃなくてですねまあ、選手の絶対的な実力これもものすごくあとそそうそう全体が、えー、やっぱ強くなってきています特にあの若手もそうですけど若手だけじゃなくて、えー、例えば友の選手とかね最近まあ、遅咲きと言ったらあれですけど、まあ、本当に波打ちながらあの少しずつこうね成長してきた、えー、選手がいまして。 友野くんなんか見てると僕はそう感じますね。うん。やっぱ彼をやっぱ演技にこうまあ。 4回転決まるんだけど、ちょっとこう詰まってしまったりとかして、点数が伸びなかったんですよ。うん。で、まあ、たまにいい演技をして、点数が出て、おおってなって、覚醒することもあるんですけど、よくないときは、ドッスンと落ちちゃったりとかしたんですね。で、こういう波を打ってる。だけど、その波の、えー、地軸を結ぶと、緩やかな上昇トレンドになってるんですよね。うん。で、そんな中で、まあ、昨シーズンの、まあ、グランプリシリーズ、イタリア大会だったかななんだったかなフランス大会だったかな忘れましたけど、かなりいい演技して、 したんですよね、うん、でそこから、まああのーまあ、全日本そして世界選手権のショートではなんとなんと、えーまあ、羽生の鍵山、えー、だけがねその成し遂げたといっても過言ではない、まあ、100点超えをねなんと達成したんですよ友野く、ねうんね。なので、まあ、実質上3強ではなくて4強になっちゃったという状況がありますので、まあ、そういった意味で友野くんはもう遠慮なくやってくれば、まあ、勝てると。うん いうのが、ま、判明したわけですよね。で、彼は決して、まあ、あの、フィギュアスケートの年齢の中でいうとすごいわ、すごい若いわけじゃないと思うんですよね。うん。ただ、あの、そういった、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとこう、まあ、ベテランといったらいいですけど、そういった層の中でも、友野くん強くなってたりとか、えー、また下の層ではね、えー、三浦佳生くん、佐藤俊くんものすごい強いです。うん。えー、佐藤俊くんは肩の打球がちょっと心配ですけど、ただ、ま、あの、日本で初めて。 えー、ルッツとフリップの4回転を1つの、えー、試合に揃えることができるんですよね。うんえー、とショートはできなかったですけどフリーですよね。うん、あの昨シーズン全日本あのフリップジャンプで肩打球ありましたけど、えー、前半の2つの、ねえー、ジャンプは、えー、と4回転ルッツと4回転フリップを非常に必要の高い、えー、ジャンプで決めてです、ねうんえー、非常にこう、まあ、軸もしっかりしてて、うんえー、降りた後の着氷も本当に無駄な力が一切ないんですよね。うんうん あのそういった日本人ではあの宇野君、羽生君もできなかったルッツ、フリップを両立させたっていうのはすごいかなと思いますね。羽生さんも、えっと、ルッツはできてましたけどフリップができなかったんですよね、4回転が。うんまあ、そもそもね、1回できるっていうこと自んですごすぎますからね、皆さんもフィギュアスケートの免疫がつきすぎちゃって、なんか4回転ルッツってえっってなっちゃってますけど、ものすごい難しいことで。うん 宇野君の場合はフリップはできるけどルッツジャンプがまあできないということなんでそう考えると佐藤俊君っていうあの16歳17歳かなの選手がえっとこうやって下からこう来て難しいジャンプを有利に決めてくるというような状況を見ると下からもですね強いあの若々しいね若手がフレッシュな,シュな感じで登場してきてっていうのはまあすごく日本のフィギュア界はこれからがね 明るくなってていくのかなと競技会に関してはねあ羽生くんに関してはもうプロの世界に行っちゃってそっちはそっちでも華やかな舞台をね演じてくると思いますので注目ですけど競技会という意味ではそういったところが僕は非常に、まあ、楽しみかなと思っていますのでこれからがプロ,のプロも競技会も楽しみになってくるのかなと思っていますね。うん、そうだから楽楽ししみみなんでですすよよね僕は本当あの でえっと、三浦佳く君も、うん、<laughs> 本当すごいやっぱ力を上げてきてますしもう彼は本当にも,うもちろんジャンプとか、ねえー、もう勢いが本当にやっぱすごいっていうのはあるんですけどただ、それ以上にです、ね、もうエンターテイナーなんですよ良、うん、かった時とう,うわやったぜってこう,こうやってガッツポーズしてお客さんにこう俺はやったんだぜっていうのをアピールしてかっこいいですよね。うん かかっこいいいと思いますよなんかそういうなんかお客さんに向けたアピールが本当にすごくて、もうエンターテイナーな感じを受けましたね。なんかハラハラドキドキしてくるというか、まあ、ちょっと比べるとあれなんですけど、まあ、羽生くんのニースのロミジュリをホーブスとさせてくれるような、まあ、そういうね、感じをちょっと持っているので、ちょっとドラマチックな選手なんじゃないかなと、三浦佳生君を見ていると思っていますね。うん。まあ、それもあってか、結構羽生さんのファンね、あのー、なんだろう、あの三浦佳生君のこと好きな人結構多いんですよね。うん。 でえっと、三浦川区は西日本で佐藤駿君は東日本なのでこの三浦川区と佐藤駿ん年齢も近いですし結構ね表情とか、えっと、滑り方とかもちょっと似てるんですよねうん本当に。ジャンプの仕方もちょっと似てるのであのなんかその何て言うのかな非常にその。 東対西日本っていう感じでいい構図になっているのかなと思うんですよね。うんだから、この2人も精査だけまして、うん。なんかどんどん成長していくのかなっていうところがありますので、そういった意味では本当楽しみですよね。うん、そうそう、そう、そう。そう。う。ん。まあ,あの三浦佐藤俊くんは4回転サルコーはやってなかったかな。確かね。やってなかったと思うんでね。サルコーはね。でも三浦かおくんの4回転サルコーはもう幅と高さがもう半端ないですからね。うん。 あの4回転サルコンは多分史上一番上手いんじゃないかっていうぐらいの高さと幅だと僕は感じるので、ちょっと世界的に見てもあの4回転サルコンの質はね、ちょっとありえないというか、もう本当驚愕の高さと幅があるかなと思いますね。 安定をしている時はものすごくいい演技をするんですけどあの逆に崩れてしまう時は大きく崩れてしまうことも結構あってまあ安定感に欠けるかなっていうのはちょっとあるかと思うんですけどただまあそれにしてもこう若さあふれる勢いっていうかやってあげるぞ根性というかね、うん ただ、まあちょっとちょっとこう、かといって精神的に、じゃあすごい強かって言ったらそういうわけじゃなくて、ちょっとこう、弱気、弱音を吐いてしまったりとか、なんかツイッターとかでもつぶやいていますけど、そういったなんか、ちょっと、なんていうんでしょうかね、あのファンと寄り添う、寄り添いながら、なんか、ねえっと競技生活されてるのかなっていうところも、すごくちょっと、新しい感覚になるので、そういった意味では非常に三浦佳生君、面白いですね。はらはらドキドキするし、うん。非常に面白い、えっと、ね。 えー、ドラマチックな、えー、スケーターになるのかなと思ってますね。うん。はい。だから本当楽しみですよね。うん。楽しみですよ。僕はすごい楽しみですね。うん。はい。ワンちゃんも楽しみですね。うん。はい。まあそんな感じで。あとはね、まだまだまだ話すこといっぱいあるんですけど、えっとそうだね。三宅ケスナ君なんかもね。うん。やっぱ昨シーズン一気に飛躍してきた選手かと思います。で彼は19歳だったかな。20歳だったかなと思うんですよね。うん。 あの来季は二十歳になるのかなと思うんですけどまああの三浦川君とかよりも一つ年齢が上なんですよね一つ二つぐらい。うん でもなんかそういった意味ではまあお育てなのかなっていうところがあるんですけど、まあ、昨シーズン、本当大きく飛躍したダークホースになった選手かなと思いましてでなんかあの彼を見ているとなんか高橋大輔さんをちょっと思い出すというかなんかこうイケメンですし長道先生とのこうコンタクトというか非常にこう見ててなんかうるっとくるものがあるんですよ。うん、なんんんかかそののて言うんでしょうかねあの なんか2人のドラマがあるのかなっていうなんかね高橋泰佑さんと中光さんと同じような感じでうんなんかすごくあのそういった意味では面白いですしえもちろんねあのえっと片寄健輝さんもねすごいやっぱイケメンでちょっと中光先生のところイケメンでそのだろうその非常にこうねそういった選手多いなって思いますね。 はいまあ、そんな感じで、まあ、次世代というか若手はまあそれ結構まあ強い選手を締めちゃってますので坪井達也君も最近かなり安定してきてますよ、うん。なので彼もまあ4回転サルコーも昨シーズンものすごい質で飛んでますし世界ジュニアもね、えー、銅メダル獲得ということで大きな飛躍を遂げました。うん、ちょっとあのかなり目立つことが少ない選手なんですけど坪井達也君はね。だけどななんんかかかそのの中でこう自力というかなんかこの 地で力え地,の地の力,で地の力、うん、なんかこう,そういったものを感じるんですよね、うん、坪井君には、ね、なんかこうやってるぞってなんか三浦佳生君とかよりは違くてちょっとこうなんか、えー、粘るというか何ていうのかなこうあんまりこう表にバーッと晴れやかにならないんだけどちょっとこうためなんか。 内に秘める力を感じるっていうかね、そういうのをすごい感じるんですよね。坪井君ね。だからまああの彼本当にこう怪我とかも前あってちょっとかなり苦労したんですけど、本当にちょっとずつちょっとずつこう力をね食べてきて、えー、昨シーズンの世界中にあのメダルがあったかと思うので、あのさらなる飛躍をね見てみたいなと思いますね。うん。まあ、スピンなんかも苦手にしてたスピンなんかも結構レベルフォーも集められたらしいのでね、だからもう、まあ、そういった意味では坪井君もすごいなって思います。うん。 はい、でえーまあ、これが、まあ、そのジュニア層というかなんですけどでこれからは忘れてはいけないのはもちろん、ねえー、と宇野くん、鍵山くんというところなんですよね。うんまあ、やっぱ羽生さんが引退あの競技、えー、プロ転向というところでやっぱその責任というところをちょっとやっぱり感じてきてしまう可能性をちょっとやっぱあるわけですね。うん、で宇野君に関してはもう今、日本のエースになったと思うんですよね。うん えっとやっぱり世界チャンピオンにもなりましたし、まあ、今期は完全にこう追われる立場で、えー、向かうということになります。で、あの、えっと、なんだろう、えっと、ネイサーのチームもね、今季出ませんので、まあ、そういった意味では、まあ、かなり追われる立場というところで今期、今季を過ごされるのかなっていうのがあるわけですね。で、で羽生ささんんが引退をされたとということなんで 余計にその、まあ、プレッシャーであったりとか、まあ、そういったものを感じなければいいんですけど。まあ、そういった責任とかを感じてしまうと、硬くなっちゃうとかっていうのがあるので。まあ、できればね、まあ、あの、オリンピックに向けて、4年後ですから。まあ、宇野くんは宇野くんで、この、なんていうのかな。えっと、宇野くんは宇野くんで、自分のプロセスを歩んでいってほしいなって思いますよね。うん、僕は思っています。もう、このままの宇野さんを、えっと、見たいですよね。うん、もう自然体の宇野さんが、やっぱりとてもかっこかわいいので。うん。 かわいいですよね、うん、発電なんかも本当そこファンだし、うん、常にこうね、うん、とても素敵な あの愛のあるフィギュア界に愛を届けてくれる、まあ、そういった宇野昌磨んなので、うん、皆さん宇野さんと一緒にるとハッピーになっちゃいますからね、うんまあ、昨シーズンから宇野同盟ということで友野んであったりとか、えっと、狩山くんとかもね、まあ、宇野さんのおかげというか、まあ、一緒に練習することによって、まあ、狩山くんも4回転ループを挑戦する気になったという話を聞いたことがありますしまああの ねうん、一緒にこうまあ中京のリンクで練習するようになってからカキラマさんもかなりねやる気に満ちあふれて楽しくできたっていう話もこれ聞いてますので北京五輪でも非常に2人の査たけ磨というか楽しく練習できたんだなっていうのを感じましたからね。うん、だから そういった意味で、は楽しいいと思いますで、えっと。技術的な話をすると、まああの、宇野さんに関してはかなりアイスショーから鍛え上げてきてですね、もちろんグラビティ、ショートのグラビティ、素晴らしいんですけど、まああの、ジャンプに関してもですね、早い段階からこうならすために、まあ4回あのまあ、新しくあのルールが変わります、まあ、トリプルアクセル後半あの、例えばトリプルアクセル、トリプルアクセルという連続ジャンプやったりとかね、そういったものが、まあ、シークエンス扱いではなくて、 えっと、コンンビネーション扱いにされるわけですよねでそういったルールが変わった中でこれ宇野くんの便によると、うん、全然ルール変わってないって言ってるんですけど、まあ、それもそこは置いときまして、えっとまあ、そういった、えー、新しいルールに順応させるたびに、えーまあ、あのコンビネーションジャンプをね、えー、積極的にねアイスショーからやっていたりとか、えー、宇野ワンチャンネルでもヒーローをしてるのでそういったことを考えると相当ね、えっと、なんだろううん 今シーズンうん、対策を早く打ってるのかなっていうのを思いますよね。うんだから僕としてはね。かなりルール変更が大きかったから、早く準備してんのかなって思うんですけど、宇野君によるとなんかそのなんだ。あんまりルール変わってないですね。ってね。言ってるんですよね。うんまあ、そこがちょっと宇野君らしいなと思いますよね。うん。 そう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 だから面白いなとまだからグラビティもねあのー、まあ僕はショートフリーまだ見てませんけどねまだフリーはこれから多分もうすぐ出てくると思うんですけど楽しみですねプロペラーってねどんな感じになるんだろう。うん。もうねジャンプ云々もちろんそうですけど新しいプログラムがほんと楽しみでもう傑作の予感だと思いますね。うん、うん まあグラビティはもう自分たち適用ですよね。やっぱ自分の動きではない動きが結構多かったと思うんで、まあ、こうやって引き,引きつけるような、ね、空気をこう引きつけるようなね、グラビティとかっていう時にこう引きつけるようなフェイスが結構多かったと思うんで、まあ、そのステファンの新しい振り付けをこう入れて、適用、自分たち適用でやっていくのかなっていう、まあ、これが全部他の,その宇野君の魅力を入れずに、えー、ステファン先生の言うことだけを聞いてたらね、あのー、ちょっとやっぱり、 なかなかバランスが取れなかったりとかってあると思うんですけどやっぱあのちゃんとそう自分たち適応っていうのはやっぱいいですよね、うん、だからそういう感じでね、えっと、やっていくということなんでもう楽しみですよ僕は非常に楽しみですうんねだからマリニンを止めろということでマリニンがめちゃくちゃね4回転アクセルとかもうめっちゃ強いのでね、うん、もう日本選手たちはもうそうで勝っていかなければいけないのかなという感じでねもう仲間割れしてる場合じゃないですからねうん あと刈山君についてもなんかルッツジャンプを決めたとか決めてないとか言ってますけども本当なんですかねなんか4回転ルッツがなんか決まってきてて結構安定してきてるっていう話があってもしかしたら試合投入入れてるとということなんですよね刈山君についてはあのそもそも4回転トウとサルコウだけでもものすごい実力があるので勝てていける選手ではあるかなと思うんですけどそこに加えて4回転ループであったりとか、う。ん 4回転、えー、とルッツとかもね、成功しているということなんで、あの質で、まあ、フィギュアスケート職人技を持ちつつですね、難しいジャンプを披露していくっていうのは、これは本当にもうとんでもない、えー、成績を出す可能性があるわけですね。うんまあ、なのでで、まあ、彼は結構ススローータータター えまあ最初の方はあまりうまくいかなかったりとかアイスショーでてもちょっとこうまだこう乗り切れてないのかなっていうのを感じましたよね、うん、でもあんまり心配いらなくて、まあ、全日本とか後半の方ではかなり良くなってくるのかなと思いますし、えー、そういった意味では、まあまあ、ジャンプももちろんそうですけどスピンとかも柔軟性がやっぱありながらね、うん、ありながらあの足さばきがすごいっていうのはねなかなかそのこれまでいた選手の中でも珍しいと僕は感じるので。 うんまあ、高い PCS も持ちながらね、うんあのー、高いジャンプを飛んでるということなんで、すごいなってちょっと思いますね、狩山君、うん、どこまでいっちゃうのかな、伸びしろもたくさんあるっていうね、本当、どこまでいっちゃうのか分かんない選手ですよ、狩山君は。うん、だから、そういったことを考えると、4年後のミラノオリンピックで、結構、金メダルに、えー、金メダル争いしてくるのかなっていうのがありますので、そういった意味ではね、狩山君、すごいですよ。うん だから若いですしね。うん 楽しみです、ね、本当ね。だからイリアム・モリニン Q が4回転アクセルを決めたとしても、それを上回っていけるような、まあ、スケーティングであったりとか、まあその表現力あ表現力っていうか、まあ PCS、まあ、今回3項目だけになっちゃいましたけど、まあ、そういった PCS の高さであったりとか、えジャンプ一つ一つ,つの質が非常にいいスピンも加点がたくさんもらえるし、ステップシークエンスの足さばもものすごいと思うのでえ、仮に他の選手は難しい、難易度の高いジャンプを決めてもですね、それでもこう、 地に足をつけて高い点数を取れていけると僕は思うんですね。で鍵山君の強みはそこであのなんだろう1つ2つのジャンプをミスしてもそれをこう巻き返していけるだけのえ他の要素がやっぱりたくさんぎっしり詰まってるんですよね。うんまあ、それが鍵山さんのすごい強みですね、うん。だからまあ1つミスしても他のとこで大きくこう挽回できるようなそういったところも、えー、すごい強みなのかなというふうに僕はちょっと思ってますので。うん 必要になると思います。うん、本当に強いと思いますよ。うん、はい。あとはちょっと最後話します。友野くんですよね。うん、まあさっきちょっと話しましたけど、友野くんも楽しみですよ。うん。あの、まあ、えー、っと、まあこのワンツーえっとなんだ、まあなんだろう。僕友野くんはね、もう遠慮なくね、言ってほしいなってやっぱ思ってます。うん。え彼自身も多分そう思われてるのかなってちょっと思うんですよね。うん、思ってるかなってちょっと僕はうん思うんですよ。 うん、やっぱり友野さんねあの、チャンスですよ、うん昨あの、昨シーズンからね、昨シーズン非常に、うん、いい成績を、まあ、あの後半の方で出してたりとかね、まあ、ショートでも100点超えを世界選手権にしましたので、まあ、得点の上では100点を超えたりとか、もうトップで戦っていて点数が出るっていう自信がついたと思うんですよね。うん、なので、ってことはですよ。ってことと結構もうちゃんといれば 俺は勝てるんだっていうのをやっぱあると思うんで、それがその今シーズンのコウモリで、えー、もっと発揮してほしいですね。うん、今シーズンあれあのコウモリ除極ですよ。友田君ね、楽しみですね。うん、これ聞いてもうすごい似合ってるなと思いました。うんね。コウモリすごく似合ってますよね。うんだから。まあ。 トボノさんもそう楽しみなんで、うん、まあ、彼はまあ本当さっき言ったように、まあゆっくりこう成長してきてようやく覚醒し始めてるので、まあ、そういった意味で本当に日本ねやばいですよ、うん、もう本当誰がこう誰を代表になるのかっていう代表話がどんどんね熾烈になってくると思うので。 うん、だからちょっと競技会、まああの羽生くんのプロの世界もそうですけど、競技会もやばいことにもなるかと思いますので、ちょっとこれからフィギュアスケート本当ね、あの見なくなるとか言ってる場合じゃなくてですね、あの本当にね、もう応援が必要です。うん、本当そう思いますよ。もう大変ですよ。僕は本当楽しみでしょうがないです。うん、どちらの世界もプロの世界も競技会も楽しみですね。 うんで、これから羽生くんがね。プロの世界に行った後に、まあ、例えばその ai のジャッジだったりとかまあ、プロモーション弱者を使った、えー、そういった。その取り組みっていうのが加速してくる可能性もあるので、まあ、フィギュド界どんどんこう加入えっ、ー、と変わってくる可能性があるんですよね。うんとかをね。僕はね。日本に思った発電機があってもいい気がするんですよね。なんかこうね。日本は生徒界の中であんま発電機みたいなのは少ない気がするんですよ。うんだから、まあそういった意味ではそれがちょっと残念かなと感じるのでうん。今回の日本の。年齢 ももそうでですすけどねね、まあ、あれ日本も賛成してたらしてらいですよ、ねうん、女子の島田真央ちゃんとかもねちょっとかわいそうです、うん。できれば8年後とかにしてほしかったなってやっぱ強いので僕はね、うんはい。というわけで皆さんどうですかね皆さんは、うんまあ、今回男子の話ですけどね女子も今度やるかなと思うんですけどどうですかね、うん。20分話してます大変だ。そ、うん、そうそうそう、ね、だからまあ羽生くん現役引退というところでちょっとこう見る気ないよっていう人いるかもしれませんけどねそんなこと言わずに。うん えー、羽生も悲しんじゃいますよそうそううやっぱあのー、ねフィギュア界の発展にね、えーまあ、あの発展をねやっぱそのしてくっていうところがやっぱあの羽生さんとしても嬉しいと思いますし、えーまあ、僕としてもね、えー、とても嬉しいのでねフィギュアスケートは大好きですね僕はねもう好き見るのもやるのも好きですけど、うん、やるの大変ですね、うん、もうやるのねめっちゃ大変もん、ね、なんであんな難しいトリプルアクセルとかトリプルルッツとかでやってて もうやってるのすごいなと思いますね、ほんとね。うん。もうほんと、すごいと思うね。うん。はい。まあほんと進化しすぎて、もうフィギュリアスケートの皆さん、免疫についてますけどね。すごいですよ、ほんと。ダブルアクセルでもほんと難しいんですからね。うん。はい。というわけで、ありがとうございます。うん。皆さんの感想もお聞かせいただきたいとい。あ、おん違うな。皆さんの感想もコメント欄に書いていただけると嬉しく思います。バイバーイ。